大法恩寺は、京都市上京区にある新言州地山派の寺院。三号は、随王山。千本釈迦堂と、通称される。本尊は、釈迦如来座像。お亀の物語や、十二月の風物詩である大根、滝で知られる。また、地釈院の家の隠居所として、誤持された。震災国三十三箇所第十六番札所。鎌倉時代初期の上級三年。 不法商人義空によって創建された。義空は藤原秀平の孫で、比叡山で修行の後、当時を建立した。室町時代の肝心状によれば、猫町中納言と呼ばれた藤原光隆の従者であった岸高なる人物が、境内地を寄進したという。当初は騒動であったが、摂津国尼崎の大木章から寄進を受けて、現存する本堂が完成した。 1951年、本堂解体修理時に発見された、義空の願文により、本堂は安定元年の上等であることが判明している。つれずれ草228段には、千本の釈迦念仏は、文永の日如林承人これを始められけりと、当時に言及されている。本堂の混流に関して、大工の妻の岡目に関する伝説が伝えられている。 新言の三周見学を朝廷より許された。この本堂は応仁、文明の乱にも焼けることはなかった、創建当時のもので、落中最古の原尊建造物で国宝となっている。大法音寺には、近隣の北の社境台にあった、北の京王堂の遺物も保管されている。足利義満は、明徳の乱の戦没者と宇じきを悼んで、乱の翌年の明徳三年、 北家京一万部を独唱する北の万部業界を創始し、欧永八年に北の京王堂願い上樹寺を建立した。京王堂は文安元年の文安の工事騒動で北の社と共に焼け落ちたが、慶長十年に豊臣秀頼が片桐勝本を武業として北の社を復興した際に共に再建されている。しかし、 漢文11年には老朽化のために規模を縮小されて改築されている。さらに、明治時代となって、神仏分離令が出されると、北の天満宮にある仏津堂は解体されていき、共同は当時に観音堂として、再び規模を縮小して移築された。共造に伝来した最強、風大師及びに同時像、太鼓園などは大法音寺に保管されている。 おかめ、造本堂を造営する際、大工の棟領であった長井東工事が代わりのない柱の寸法を切り誤ってしまい困っていた。それを見た妻のおかめがマス組を用いたらどうかと一言アドバイスし、その結果無事に竣工させることができた。しかしおかめは女の提案で退任を果たしたことが知れてはと、上等式を待たずに違いしてしまった。光事は、 妻の冥福を祈り、宝鏡院等を立て、お亀の名にちなんだ覆面をつけた扇義みてぐらを飾ったとされる。その後、大工の信仰を得るようになり今日でも、上等式には、おたふの面をつけたみてぐらが飾られている。度重なる戦乱にも残った本堂とも結びつき、薬よけ、昇福のお亀信仰につながっている。本堂平面図、釈迦堂内の多数の面。 人形の一つ仏像の像内の荷入品の明細木像10代で私立像1九木像6、観音像6区、ありがとうございます。